選挙区立憲民主党の政見放送ですお話は立憲民主党代表野田佳彦さんと立憲民主党代表代行の辻元清美さんです立憲民主党代表代行の辻元清美です今日は野田佳彦代表と立憲民主党の政権公約をお伝えいたします 立憲民主党代表の野田佳彦です。世襲ではなく、普通の家に育った私は、38年間、駅前でビラを配り、皆様お一人お一人に、直接思いを訴えてまいりました。励ましのお声も、厳しいお叱りも、正面から受け止める日々でした。雨の日も、疲れが取れの朝も、欠かさずビラをお配りし続けてきたのは、それが、 政治に携わるもののあるべき姿勢だと信じているからです。凍てつく朝に触れた手のぬくもりを決して忘れません。さて、今月初め、新たな総理大臣に石破茂衆議院議員が指名されました。彼となら正面から噛み合った論戦ができるものと信じていました。しかし、総理は 国会における議論を避けて、異例の速さでいわば、裏金隠し解散に突き進めましたまさに裏金隠し解散ですよね。さて、能登では今も苦しむ方々、たくさんいらっしゃるのに、置き去りにして解散に突き進んだ姿勢は、本当に残念です。裏金議員の大半が公認になった、本当にこんなことを納得できないと思うんですね。 その通りです。裏金づくりは脱税の疑いもあります。自民党が全く反省していないことがはっきりしました。うん、立憲民主党は政治資金を徹底的に透明化し、裏金脱税を許しません。近県政治の温床となる企業団体献金を禁止します。政権交代こそが最大の 政治改革ですそうです、まずは政治改革、そしてもう一つ重要なのが、経済対策ですよね、最近はですね、何を買うにしても、えっ、こんなに高かったんと、多くの人が思ってます、物価高対策が急務ですねはい急がなければなりません、立憲民主党は、分厚い中間層を復活させて、皆さんの家計を温めることで、日本を元気にします。 具体的には中小企業を支援しながら最低賃金を1500円以上にし働く皆さんの賃金を底上げします希望すれば正社員として働くことができるよう抜本改革をしますそして成長の柱となる環境エネルギー AI デジタル分野などへ重点的に投資をしますまた 同一価値労働、同一賃金の実現で男女間の賃金格差などの差別をなくしますさて、しっかりとした外交安全保障戦略これも今、本当に重要になってきてますねはい、極めて重要です選手防衛に徹し、日米同盟を基軸としアジア太平洋地域との連携強化をし国民と国土を断固守り抜きます 日本被弾協がノーベル平和賞を受賞いたしましたよね本当に長年の運動頑張ってこられましたまず敬意を表したいと思います日本は唯一の被爆国としてまずは核兵器禁止条約の締約国会議へのオブザーバー参加をすべきですまた気候変動対策や貧困などの地球規模の課題解決の取り組みを強化し力強く 人権外交を展開していきます急増した防衛予算は精査し防衛増税は行いません立憲民主党は一環としてチルドレンファーストを掲げてまいりました子育て支援のさらなる強化も必要ですねそのとおりです公立小中学校の給食費無償化高校専門学校や 大学授業料を無償化します奨学金の返済支援、児童手当を拡充して、誰もが学べる機会を作っていきます実は私も、奨学金の返済に本当に苦しみました、親の経済環境に関係なく、勉強できる環境を作らないといけないと、もう実感としてですね、思うんですよね。私も学生時代は バイトばばかかりしななけければいけなかったやっぱりそうですか、うん、こういう部分は、親の政治資金を引き継いで議員になっている自民党の世襲議員には、なかなか分からないと思うんですよね全く分からないですね。ですね。だからこそ、数千万億単位の政治資金を非課税で親から引き継ぐことのできる国会議員の世襲を制限し、多様な人が、 政治家になれるようにしたいんです。接種制限ですね。そして多くの皆さんの間に不安が広がっていること、紙の保険証の廃止、マイナ保険証について石破総理は紙の保険証を残すとこの間までおっしゃっていたのに、今は全く言わなくなりました。いや本当にそのお話消えてしまいましたね。ねえ,、ええ、立憲民主党は国民が安心できるまでは。 紙の保険証を引き続き使えるようにしていきますまた保育・介護・障害福祉などの人材不足が深刻ですよねはい極めて深刻だと思います若い人が希望を持って保育・介護・障害福祉と職に就いたのに給料が安い将来が不安で結婚もできないという理由で離職することがないように従事する方々の待遇改善を実行します そして地方の過疎化や農村の後継者がいないこと、こちらも深刻です。はい重要な問題だと思います。食料安全保障を確立するため、農業者個別所得保障制度をバージョンアップし、農地に着目した新たな直接支払い制度を構築します。一括交付金の復活などで、自治体が自主的に行動できるようにし、 活力ある地域を作っていきますさて立憲民主党は多様性を大事にした社会を作ろう選択的夫婦別姓そして同性婚を可能とする法律の制定もこれ急務ですよねはい急がなければいけないと思います選択的夫婦別姓は選択的ですから保守もリベラルもありません経済界も求めていますぜひやりましょう さて野田代表は内閣総理大臣を経験されましたよね非常に重責でいろんな思いがあると思うんです悔しいこと反省することもいっぱいあったと思いますいかがですかはいその経験があるからこそ強く思います生活者消費者納税者働く者のための政治がいかに重要であるかをそして正面から国民に向き合って 国民の信頼を得ることが何より大事であることを。信楽ば立たず、政治を正さなければ日本は良くなりません。私は本気で政権を取りに行く覚悟です。政権交代こそ最大の政治改革。皆さんのお力をお貸しください。小選挙においては立憲民主党の公認補者へ、比例区においても 立憲民主党へとご支援を賜りますように、心から、心からお願いを申し上げます。